皆さんこんばんは。なるみチャンネルへようこそ。はい本日は、MBTI 診断イエーイ無料性格診断テストで、16種類のタイプに人間を分けて、診断していこうっていう性格診断テストなんですけど、いや実は一回やったことあるんですけど忘れちゃって忘れたので、まあ、もう一回やろうかなと思います。じゃあ早速、始めていきたいと思います。無料性格診断テスト、自分の性格タイプを明らかにするため、ありのままの自分で正直に回答してください。自分の性格タイプが人生の多くの分野にどのような影響を与えるか学びましょう。学びます。はい、じゃあ行きます。定期的に新しい友達を作ることを心がけてますね。いや別に別にって感じですね。微妙、反対でもない。はい、単純明快なアイデアよりも複雑で斬新な、斬新な方がワクワクするのはそうだね。通常事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる方ですね。あ、でもそうですね、その通りですね。賛成。はい、仕事と生活と仕事のスペースは清潔で整理整頓されてる。ちょっと私は苦手なのでちょっと微妙な感じで。はい、大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。まあ冷静かなと思います。人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりすることは大変だと私は感じない。大丈夫です。次、仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て期限よりかなり前に完了させることが多いね。多いです。人々の話や感情は数値やデータよりもあなたに強く響く。そうね、データとかでもないかもね。はい、予定表やリストの整理管理ツールを使うのがツール。手書き派なんだよね。管理ツール、ツールではないんだけど予定表とか使うのは好きなんだよな。ツールじゃないからこれにしとこう。些細なことでも間違えると自分の能力を知識全般を疑ってしまう。そんなことないですね。自分が興味あるところ人のところに行って話しかけるのは簡単だね私はクリエイティブな作品の人さまざまな解釈の仕方に関する議論にはあんまり興味ないかもしれないですね。はい、次、行動方針を決定する際に人々の感情よりも事実を優先する。難しいな。真ん中、何の予定もなく一日を過ごすこととかよくある。たまにですね、会う人に好印象を残すかどうかはあんま気にしないですね。はい、チームで何かするのが好きですね。単独行動の方が好きですね未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。あ、でも新しいことやろうっていう気持ちはあるんでこれぐらいしとこうかな。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先しますね。それはそうですね。次、新しい経験や知識分野を積極的に追求しますね。あ、でもそうですね、追求しますね。物事が悪い方向に向かうのではないと心配しがち。私全然心配しない。趣味やアクティビティはグループで行うものよりも一人で行うものの方が楽しい。なんか一人でやる方が多い気がする。生計を立てるために架空の物語を書いている。ご自身を想像することは不可能ですね。ちょっと難しいかもしれない。感情的な面を多少無視してでも効率的な決断を好みますね。私はそうですね、賛成。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。これもそうだね、賛成。意見の相違がある場合他人の感情を守ることよりも自分の意見を証明することを優先しますね。言うは言うんだよね。
っていうわけでもないんだけど、うん、言う寄りにしとこう、賛成寄りにしときます。社交場では大抵、最初に他の人が自己紹介するのを待つ。私結構自分からするタイプですね。急に機嫌が変わることがある？ないです。感情的な議論に簡単に動かされませんね。そうだね、うん、あんまり動かされないかもしれないですね。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多いですね。そんなこと、どうだろう、そんなんか割とコツコツやるんだけどギリギリになってばーみたいなタイプなんだよね。いいえ、よりにしとこうかな。倫理的にジレンマについて議論するのが好き。うん、そんなことはないですね。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。昔はそうだったんだけど、今一人でいるのもすごい楽だなって感じますね。でも人と一緒にいるの好きだから若干反対ぐらいしとこうかな。議論がとっても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりしますね。そんなことないと思います。事実と感情が相反する場合、大抵はご自身の心に従いますね。私はそうですね。仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。まあ、歌を歌う仕事なんで職業柄もあるかもしれないけど、私は難しいなって思ってます。波があるね。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。うん、あんまりないですね。友達から活発で社交的であると言われますね。うん、なんか言っていただけます。はい。文章を書くなど様々な創造的表現に惹かれる。うん、そうだね。歌詞も書いてるのでねのでね、はい。通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて選択しますね。わかるんだけど客観的な方に行くっていう感じかな。日々のやることリストを作るのが好きですね。そういえばやることリストっていうか、まあ書いてますね。うん、書いてます。不安はほとんど感じないですね。電話はかけないようにしてる。時と場合による緊急性にもよるんだけど、あんまりかけないかな。馴染みのないアイディアや視点を探求することを楽しんでますね。それはそうですね。初対面の人とも簡単に接することができますね。できます。計画が途中で中断された場合、最も重要なのはできるだけ迅速に再び軌道に乗せることですね。そうだね。でも早く軌道に乗せるっていうのは重要かと思います。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。いや、全然全然ですね。はい。将来的な世界動向の理論を議論することにおいてはあまり興味を持つことはないですね。うん、今のところないですね。はい。感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。それはないと思う。はい、次。意思決定をする際は最も論理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。いや、でも私は結構効率とか重視する方、人よりって感じなんで、いいえよりかな。はい。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく自然に発生するエネルギー爆発の連続に近い。私どっちかっていうとコツコツやる型、努力型ですね。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。考えたことないですね。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでますね。そんなこともないですね。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。いや、私は、哲学的なことは考えないタイプですね。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きですね。昔はそうだったんだけど今は静かな方が好きです。はい。ある決断がご自身にとって正しいと感じればそれ以上の証拠を必要とせずに行動することが多いですね。まあ割とそうかもしれないですね。より重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。感じないな。いずれかのステップ省くことなく順序を追って念入りに行う方ですね。あ、でもそっちのタイプかな。具体的
な手順を踏むよりも創造的な解決策を考えるかな、仕事がある仕事、必要がある仕事を望む。でも私手順を踏むタイプ、あ違うこれはこっちだ、はい、選択をする際は論理的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がありますね。でも私直感派なんですよね基本は。でも論理的なことも結構考えながら直感みたいなタイプなんで、まあこれぐらいかな。締め切りを守るのが苦手ですね。得意かと思います。物事はうまくいくだろうという自信がある。まあ割とそうだよ、楽観的だよね。はい、性別は女です。結果が出ます。じゃん、あなたの性格タイプ、主人公タイプ。主人公だって、主人公は楽観主義者として、周囲をインスパイアし自分が正しいと思うことを実行します。いやでもそうっすね、そうだね。エネルギーは外向型が60で内向型が40、グループで行う活動が好きで人との交流を大切にします。でもします、します。自分の熱意や興奮感を表に出す傾向があります。ある。意識は若干直感型って感じ。直感型の人たちは偏見のない心を持ち、想像力が豊かで好奇心も旺盛です。独創性を大切にし、起こる可能性が低いことや隠された意味に着目する傾向があります。でも独創性は大事にするかなと思います。気質がちょっと感情型。感情型の人は感情表現や感受性を大切にし、共感力や連携、社会の調和を重視します。戦術は計画型。それはそうだと思う。計画型の人たちは決断力がある上、几帳面です。予見可能性、明瞭さ、併合かなを大事にして、無計画に何かをするのではなく、整った環境に身を置いたり計画を立てたりすることを好みます、だそうです。まあそうかもね。アイデンティティ、やばいって、自己主張型 93%。 あはは。自己主張型の人たちはストレス耐性がある上に情緒が安定して物おじしません。目標達成に向かって努力している際には心配しすぎることはなく、自信を持っている傾向があります。あでもそうだね、確かに。結果 ENFJAA型ということでした。有名な主人公オバマさん、オバマさんと一緒なんだ。こんな感じでした。ということで、私は、主人公タイプ ENFJ-A タイプでした。なんかあれだよね、相性とかも分かるみたいなので、私は何々だったよとか、私は何々で相性が良かったよとか、いろいろコメントしていただけると嬉しいなと思います。なんか改めて自分のことを知れたのでよかったと思います。いかがだったでしょうか。はい。この動画がいいと思っていただけた方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントもぜひお待ちしてます。あとやってほしい、企画とかありましたら、そちらもぜひコメントしてください。それでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。またね、バイバーイ。